カットライン。俺の名前はヒロシ、ごく普通のサラリーマンです。俺には3歳の息子がいて、将来行きたい学校に行かせるために夫婦で貯金をしています。嫁のケイコは在宅でレタッチとデザインの仕事をしています。ほとんどは EC サイトに載せる商品写真の加工だそうです。生活自体は至ってうまくいっているのですが、一つだけイラッとすることがありました。それはケイコが日頃からよく嘘をつくことです。ケイコ、今何してる？仕事してるよ。あ、悪いんだけど、ハルトのお迎えお願いしていい？今日ちょっと残業断れなくて。今？うん、今。あー、申し訳ない、今ちょっと手が離せないんだ。なんで？急ぎの仕事？うん、もう納期ギリギリでさ。マジかよ、参ったな。保育園に電話しないと。その夜、帰ってみると俺はあることに気がつきました。あれ？髪染め直した？バレちゃった？根元暗くなってきてたからさ。仕事してたんじゃなかったのかよ。ごめん、一人だけ病院に行ってるなんて言い出すの申し訳なくてさ。そりゃ別にいいけどさ、嘘言われるとなんかあった時困る。嘘も方便って言葉座知らない？知ってるよ、そんくらい。確かに稽古の嘘は基本的にどうでもいい内容だったので、今のところ大きなトラブルに発展したこともありませんでした。けれど稽古はどこか嘘をつくことかっこいいと思っている節があり、今のクライアントが本当トラブルメーカーでさ、もう私がいないと他の仕事も全然回んないの。そうなんだ。モテる女は辛いよね。そっかそっか、大変だね。本当はお前が足引っ張ってるんじゃないだろうな。俺はいつしか稽古の言葉を半分疑ってかかるようになりました。そんなある日、俺はたまたま稽古の後ろを通りかかりました。その時稽古は誰かと LINE していたようなのですが、なぜだかとっさにスマホを隠したのです。何隠してんの？仕事の話だからさ、企業秘密ってやつ。本当か？なんか隠し事でもあるんじゃないだろうね。隠し事？私が浮気してるっていうの？そこまで言ってないでしょ。ただそんなら露骨に隠されたらなんかあんのかなって思うじゃん。はあ、めんどくさ。そんなに言うなら見ればいいよ。はい、新しいご依頼ですね。承知いたしました。確かに LINE 相手は取引先のようでした。ね、発売前の商品の写真とかあるから人に見せちゃいけないの。そっか、ごめんな。ゆかりって人からなんか来てるけど。ああ、ゆかりはママ友なの。保育園で知り合ったんだけど、趣味のことで意気投合しちゃってさ。俺はたまたま見えたゆかりという人の LINE がなんだか少々引っかかりました。別に何というわけでもないのですが、稽古はとにかく何に関しても平気で嘘をつくので、本当はママ友じゃないかもしれないなんていうよくわからない疑念を抱いてしまいました。私の名前は田中かなた。上から読んでも下から読んでも田中かなた。男なら女の嘘は黙って信じたことにするのです。それがいい男の条件ってもんでしょう。おかげで私は300万円騙し取られました。それからまたある日のこと、俺の勤め先の会社がちょっとしたトラブルに見舞われました。半年ほど前に音信不通になった取引先から突然連絡があり、以前踏み倒した料金を払うから改めて取引を再開してほしいと言っているそうなんです。ところが、ひろし君、確か仕事を家に持ち帰ってやってくれたことがあったよね。はい、あの時のデータまだ残ってるかな。まあ決してはないと思いますけど、どうかしましたか？実は連中が音信不通になった時に腹が立って関連データを全部消してしまったんだよ。でもまたバックれるんちゃいます？当時は担当者がかなりの大バカ野郎だったらしくてな、あいつはもうクビになったということで、会社としてはうちと真剣にやり直したいそうなんだよ。はあ、そうなんですか。あ、ちょっと嫁に連絡してみます。結構今はどこにいる？家にいるよ。なんで？あー、よかった。ちょっと俺のパソコン開いてほしいんだけど、今から言うデータギガファイル便で送ってくれない？いやー、ヒロシのパソコンわかんないから。いや、俺よりパソコン詳しいでしょ。パスワード教えるから。ごめん、今それどころじゃなくって。俺も仕事で必要なんだって。私も忙しいの。2分でできるって。もう拉致が開かなかったので、俺は最終的に自分の足でデータを取りに行きました。すると家に稽古の姿はありませんでした。ったく、あいつどこ行ったんだよ。また嘘つきやがったな。俺はだんだん稽古が単なる虚言癖でなく、こっそり二股でもかけてるんじゃないかと思い始めました。それから俺は稽古の嘘をあまり追求せず、代わりに日頃の行動を記録するようにしてみました。ヒロシ、今度1週間ぐらいハルト任せていい？え、どっか行くの？うん、ゆかりたちと熱海行くことになっちゃって。へえ、旅行？そう、温泉入ってくる。本当は浮気相手と行くんじゃないだろうな。と言いたいのをこらえて、俺は稽古を泳がせ本格的に浮気調査を行うことにしました。そこで小型の GPS を買い、稽古のハンドバッグにこっそり忍ばせておいたのです。ところが、
なんで置いていった？なぜか旅行には違うバッグで行きました。それから何も情報が得られないまま旅行期間は終了。恵子は熱海で撮った写真を1日1枚ずつインスタに投稿していきました。見てこれ、ゆかりたちと撮ったんだ。楽しかったな。あ、よかったね。また同じメンバーでどっか行きたいな。夕方の海でパシャリ、私たちこれからもずっと親友だよ。なんで1枚ずつ小出しにすんのかね。俺は毎日更新される旅行写真をどこか虚しい気分で眺めていました。するとある違和感に気づいたのです。あれ、写真でこういう風になってる時って影ってどうなるんだっけ。それは夕方に海で撮ったという写真でした。稽古を含む3人の女性が横並びに立っていて、周囲の景色や砂浜が大きく映っていたことから、おそらく広角レンズで撮影されたものでした。3人はおよそ太陽に体を向けていて、カメラ目線です。そして左の女性の影は画面右上に向かって伸びているのに対し、真ん中の女性の影はやや角度が浅く、緩やかに右上に向かって伸びています。であれば右に立っている稽古の影は左上に向かって伸びていないとおかしいのに、稽古の影もまた右側に伸びていました。まるで太陽が真正面ではなく斜め前から差しているかのようにです。そういや稽古って写真加工のプロだよな。じゃあ本当はここにいなかったのにいるように見える合成っていうのもやろうと思えばできたりするのかな。いやしかしそれにしてはリアルすぎるよな。それから俺は古い友人の文太を思い出しました。文太は高校を卒業後写真の専門学校に進学したはずです。なあ文太、この写真率直にどう思う？あ、みんな美人だな。そうじゃなくて、なんかこう違和感ない？違和感？さあ別に何も感じねえけどな。幽霊でも写ってるのか？実は嫁が浮気してるかもしれなくて。マジで？分かんない、調査中で。この写真は空白の1週間で撮ったやつなんだけど、俺どうもアリバイ工作な気がするんだよね。それでこれ合成写真っていう可能性とかないかなって思って。分かった、詳しく見てみる。それから半日経って文太から返事が来ました。確かに合成臭い点がいくつかある。まず嫁さんの陰影だけカラーノイズのタイプが違う。撮影時に自然に乗ったノイズじゃなく、フォトショで付け足して拡大したものとよく似てる。それから嫁さんの体と背景の境目にわずかだがブラーがかかってる。エッジを目立たなくするためによく使う手法だ。あと嫁さんがかけてるサングラス、レンズと縁の境界線をよく見ると少しだけオレンジ味を加えたような痕跡が見受けられる。昼の太陽の反射を夕日に見せかけようとした可能性がある。ちょっと何言ってるかわからない。要するに合成なの？多分な。それからインスタを見てみたが、他の写真にも不自然な点が多々ある。あ、例えばこれ、3人がアップで写ってるけどなぜか広角モードで撮影されてる。後ろに写ってるホテルを Google マップで調べたら、実際はこの場所からもっと遠くにあった。こんな風に遠くの景色が近くに見えるのは広角レンズの特徴だ。おそらく元の写真はもっとでかくて、嫁さんだけ全身が写ってないのを隠すためにタイミングしたんだろう。なるほど、そう言われてみるとどれもこれも怪しく見えてくるな。少なくとも嫁さんはその場にはいなかったってことになるな。わかんねえけど。俺はこの旅行写真を材料に稽古を問い詰めました。稽古、さては熱海行ってないな。はぁ、なんで？インスタにアップしてる写真全部合成だった。なんで1日1枚しかあげないのかと思ったら、テイク割るのに時間かかってたんだな。違うから、ただ大事な思い出だからゆっくり味わいたくて。じゃあ見せてみろよスマホのデータ。もう残ってないよ、インスタにあげたやつで全部だもん。悪いけどお前の言葉は信用できないんだ。ひどくない？逆に俺が嘘ばっかついてたらどう思う？仕事行くっつって巻きついてたらムカッとしない？しないしない、全然好きにして。どうぞ。1週間どこ行ってたんだ？だから熱海だって。ゆかりと？そうだよ。じゃあ確認するよ。いやそれはさすがに。何がおかしい？ねえ、人の友達関係に首突っ込まないで。これ以上ごちゃごちゃ言ったら別れるから。あ、そういうこと言う？言うね。今謝ればちょっとは考えるけど。こっちのセリフだね。なんなら弁護士呼んで話し合おうか。うん、こんな怪しいアリバイ工作を見て裁判所はなんて判断するでしょうね。裁判とかそういうのはやめよう。ゆかりと話をさせろ。絶対やだ。もしもし、法律事務所ですか？ちょっと離婚の件で相談があるんですが。分かったよ。旦那飲み会行っちゃった。朝帰りになるらしいから今から会える。マジで？映画以外今すぐ行く。で、これはどういうこと？
ことでしょうか。質問するのはこっちだ。ごめん、さっきの LINE 私じゃないの。この会話は録音させてもらってる。嘘をつくと実家の母親まで調べられるから、そのつもりで答えろ。どうやら恵子は浮気相手の LINE をゆかりという名前で登録し、カムフラージュしていたようです。本当ごめん、リョータとはもう別れる。っていうか二度と口も聞かない。そう、そんな冷たい。いいや、慈悲深い。金で済む問題は簡単なんだよ、クソ坊主。お金はあまりなくて。じゃあ金で済まない解決方法を取ろう。なんとかして。結構俺どうしたらいい。お母さんにお金借りて慰謝料払って。無理だよ。心配しなくても、勤務先に内容証明を送って給料を差し押さえるから、お前はただ黙って働き。そんな、俺はどうやって生きていけばいいんですか。生きなくていいんじゃない。ボニーだ。ヒロシ、私も協力する。二度と浮気なんてしない。もう GPS 埋め込んで一生見張っててもいいから。おい、声高人は。リョータです。なぜうちを知っている。それは息子がいるこの家で不倫してやがったのか貴様ら。許さん。ケイコ、ハルトが3歳だと思って舐めてんのか。10年後に思い出してトラウマになったらどうすんだ。もうこんなことしないよ。それは前提だ。お前に子供は任せられない。そんな、だってお前嘘つきじゃん。ここで俺が許したら反省してるふりしてまた何かやらかすに決まってる。子供ほったらかして一日中不倫してても絶対驚かない。さすがにもうこれで懲りたよ。いや、まだ懲りてない。自分がしたことをお前知れ。こうして俺は恵子と離婚、親権は俺が取りました。恵子は田舎の実家に強制送還されましたが、俺の立ち会いのもと遊びに来るのは OK ということにしました。俺はその後仕事の大部分を在宅に切り替えてもらい、保育園とベビーシッターをうまく活用して息子を育てました。その分お金はかかりましたが、2人からもらった慰謝料でお釣りが来るぐらいです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。